い、ということで日本神話に登場する謎だらけの神大物主シリーズ、今回が最終回、謎解き編でございます。神話の中でね、意図的に張り巡らされた大物主の謎、この謎を紐解くとですね、まあ、絶対に触れてはいけない歴史の闇を垣間見ることとなります。覚悟してご覧ください。ね、これまでの話で分かったこと、一つ目が大物主イコール大国主である。二つ目、大物主と大国主は登場から数百年にわたって登場し、最終的には天皇に対するたたり神として猛威を振るうようになる。三つ目、日本神話ではぼやかされてるんですけれども、天皇家には大物主の血が入っている。そして前回までのお話で、大物主大国主は神武天皇より前に大和の地を支配してたという可能性がもうめちゃくちゃ高いよっていう話をしてきました。しかしですね、ここで新たな謎が浮かび上がるわけですよ。大物主大国主がね、神武天皇より先に大和の地を支配してた。いや、ちょっと待ってよと。古事記によると、神武天皇の代で大和の地を支配していたのは、これまでに散々お話ししてきた、右早日ですよ。神武天皇、つまりアマテラスの系譜より前に、大国主、大物主が大和の地を支配してたとすると、じゃあこの大物主、大国主と右早日の関係ってどんな感じになってんのと。まあ、この辺がめちゃくちゃ謎なんですけれども、それではね、この大いなる謎を解き明かすために、にぎはやひという存在を再び掘り下げます。にぎはやひのことがね、詳しく記されているのは聖徳太子と蘇我氏が編纂したと言われる仙台九字本義ですよね。この書物ではにぎはやひはアマテラスの子孫ですってことがめちゃくちゃ強調されてました。まあ、詳しくはね、この動画見てほしいんですけども、聞きではね、にぎはやひはなんかよくわからんけど天の神様でしたみたいな話でね、仙台九字本義ではいやいやいや、ね、にぎはやひはアマテラスのお孫さんですよ、すごい神様ですよって書かれてる。にぎはやひがアマテラスの子孫っていうのは不自然じゃないですか。アマテラス勢がね、ヤマトの地に踏み込むだいぶ前からヤマトを支配してた豪族がにぎはやひなわけですから、ここがこう繋がるっていうのはなんかね、おかしな話なんですよね。で、この謎はおそらく書物を読み漁るだけでは解けないんですよね。各地に残る伝承、特に古くから存在する神社に脈々と受け継がれし伝承を頼りにね、今から掘り下げていきたいと思います。仙台九字本義によると、にぎはやひのフルネームはアマテル国テルヒコ雨のほわかりくしたまにぎはやひのみこと、名前の中にほわかりという文字が入ってる。岐阜県にあるね、石造り神社に大きなヒントがね、残されてたんですよ。この石造り神社を作ったのは古代の豪族矢底村寺という一族。矢底村寺っていうのはもうその名の通りね、もう代々石材を作ってた石工職人の一族なんですよ。この石造り神社には矢底村寺はほわかりの子孫、つまりにぎはやひの子孫ですっていうのが記されてるんですよね。にぎはやひの子孫で一番有名なのは物の部氏ですよね。まあ、蘇我氏と喧嘩してね、敗北して歴史から消えた物の部氏、ね、にぎはやひの子孫っていうのは物の部氏にもいて、石工職人の集団矢底村寺となって、我々はにぎはやひほわかりの子孫ですよってことを刻んでいたわけですよ。脈々と残るように受け継いできたわけですよ。そして京都にある大都市神社にもね、不思議な記録が残されてるんですよ。この大都市神社は矢底村寺が祖神を祀った神社であると、そう書かれてるんですね。これまた石工集団矢底村寺が神社を残してるわけですよ。で、岐阜県のね、石造り神社では矢底村寺はほわかりの子孫ですっていう伝承を残し、京都の大都市神社では矢底村寺は大都市という神様の子孫ですっていう伝承を残してる。矢底村寺の祖神はほわかり、つまりにぎはやひだよっていう風に記されてたのに、また別の場所では矢底村寺の祖神は大都市だよって書かれてる。何やこれと。このことからわかる事実、石工集団矢底村寺は意図的に先祖の名前を違う呼び名で別々の場所に残してるんですよ。で、矢底村寺の祖神はここでは大都市です、ここではほわかり言うてます、ここの神様一緒ですぜ、気づいてくださいっていう風に
残してるんですよ、意図的に。ワンピースのポーネグリフもね、ポーネグリフという形で過去の記録を現代に残してますよね。現実世界の日本でもまさか、石工の一族がにぎはやひの子孫であり、大切な歴史を現代に残してるわけですよ。これだいぶね、とんでもない話じゃないですか。で、ホアカリはね、にぎはやひだよとか、アマテラスの子孫だよっていう風に記録に残ってるんですけども、ホアカリと同じ神様であるオオトシは、どのように記されているのでしょうか。で、オオトシっていうのはね、大国主と同じ五穀豊穣の神様で、正月にお供えするお餅は、オオトシのためだって言われてるんですよ。このオオトシはね、まあ、正月になると、もう日本中の家を回って、ね、服を授けていくんですよ。クリスマスでプレゼントを配るサンタクロースは、ね、煙突のある家にね、侵入していくわけじゃないですか。で、オオトシの神は、門松を目印にして、家にふわーんって入っていくんですよ。で、家に入ったら、その家の鏡餅で、仮眠するんですよ。ちょっと休もうかな言うて、でその大年の服がじわーってね、この餅に溶け込んで、鏡開きやーってバーンって割って、でみんなで食べることによって大年の力を授かるっていう、そういう風習がね今も残ってるんですよ。意味知らんけど形だけ残ってる。でこの分け与えたお供え物のことを最初はお年玉って言ってたんですよね。大年、お年玉、お年玉なんてもうどんだけお世話になったかと。お年の神様ありがとうみたいな感じなんですけども、そんなに日本中から愛されてる神様なのに、日本神話ではもうほとんど出てこないんですよ。もう名前さえ出てこない。でもなんかね、こんだけ短いのに知らんっていうのもなんかちょっと意図的なものを感じるんですけども、このお年の神様一体何者やねんと。答えは、危機に記された神々の系譜に残されてました。お年の正体はね、なんと、スサノオの息子なんですよ。オオトシもホアカリもヤザコ村寺が祖神として祀ってる。なのでオオトシイコールホアカリだよねと。でもホアカリはにぎはやひでもあるよねと。オオトシもホアカリもヤザコ村寺が祖神として祀ってる。なのでオオトシイコールホアカリ、ホアカリはにぎはやひでしたよね。なのでこの3人の神様は同じ存在であると。つまり、にぎはやひは、スサノオの息子ということなんですよ。まあ、そうなるとね、スサノオの息子には、大国主と、にぎはやひがいたってことですよね。まあ、すごい、なんかメンツですよね。まあ、ヤマトはにぎはやひが統治して、出雲は大国主が統治したのかもしれない。大国主と同じ存在である大物主が、ヤマトの三輪山に祀られてたことを考えると、ヤマトを支配してた、にぎはやひともはやもう同じ存在なんじゃないかと。そういう疑問がね、浮かんでくるわけですよ。つまりね、大物主、大国主、にぎはやひは同じ人物じゃないのと。もうそう思えてくるわけですよね。大物主が祀られてるね、大神神社の社殿によるとですね、大物主のフルネームは、ヤマト大物主、クシミカタマノミコトって記されてるんですよ。にぎはやひは、石切剣屋神社に、アマテル国照彦、雨のほわかり、クシミカタマ、にぎはやひのみことっていう名前で記されてるんですよ。このクシタマとかクシミカタマっていうのはもうそもそもにぎはやひにしか付けられない名前。このクシミカタマが大物主のフルネームについてるっていうことはやっぱりもう同一人物だと。もうそれしか考えられないっていう風になってくるんですけれども、いやいやちょっと待てと、まあ、それはさすがにないでしょと。そもそも、まあ、にぎはやひの時代と大物主大国主の時代ってもう全然違う、もう時系列おかしいと。まあ冷静に考えたらまあそれはそうですよねと、まあそうなるんですけども、しかしね、それならなぜ大国主大物主は時代を超えて天皇の時代になっても祟り神として現れるんやと。大物主さんなんてもう子供作ってますよと。もう時系列どないなってるんやって話ですよね。第10代崇神天皇の時代にね、大物主がいきなりたたり神として現れるわけですよ。もう人口半分になるレベルのえらいたたりで、聞くとね、三輪山誰に任せてんねんとね、俺の息子大畑猫に任せんかいってぶっちぎれるわけですよ。わかりましたっつって大畑猫を探し出して三輪山を任せた。それで大物主の怒りは静まったっていう話があり、その次の代の水仁天皇の時代にまたたたり神が現れるんですよ。で、その時は大物主じゃなくて大国主がたたり神となって現れるんですよ。あのスーパースター大国主がたたり神になっちゃう。で、これはもう出雲大社綺麗に1000回みたいなクレームやったんですけども、これまで散々話してきたんですけども、大国主と大物主はもう完全に同じ存在です。それがね、日本神話で巧妙に隠されて
交互に大物主と大国主は別の存在ですぜみたいな感じで隠された感じでたたり神として登場するんです。連続で。もしね、出雲の国譲り、大和の国譲り、神武天皇のエピソード、第10代崇神天皇のエピソード、これら全ての時系列が同じだったとすれば、しかしね、その辺の時系列が全く同じなんてそんなことあり得るのって、まあそう思いますよね。まずね、大国主は古事記ではスサノオの6世後の子孫って書かれてて、日本書紀では直接の息子ですって書かれてるんですよね。なんか変な差、なんで日本書紀と古事記でこんな差あんのってことなんですけど、古事記が作られた時は皇位継承権を持つのは5代後までですよっていう決まりがあったんですよ。なので大国主は6代後なのでトップに立つ権限ないですよってことを強調するためにあえて書かれたわけですよ。実際は日本書紀の通りスサノオの息子やったはずなんですよ。この大国主の時代にあの有名な出雲の国譲りが起こってるわけですよ。しかしね、よく考えてくださいね。出雲の国譲りって何の国を譲ったん？出雲の国譲りのエピソードって大国主が出雲を譲った風に見せてるけど、大国主が出雲に住んでて出雲を譲ったとすれば、出雲にバカでかい社作ってんのおかしないと。しかも出雲の国譲りやーよって出雲譲ってるはずやのに、その後天照勢はね地上に降り立つわけなんですけど、なぜか出雲に降りてない、宮崎県の高千穂に降りてるんですよ。え、なんで出雲譲ったんやったら出雲に住んだらええやん。え、どういうこと？そう考えていくとね、大国主は出雲じゃなくて別の土地を支配してたのではないか、そして大国主がもともと支配した土地こそが大和だったのではないか、大国主は大和を譲って出雲に社を作らせた、つまり右早日の大和の国譲りと大国主の出雲の国譲りは同時に行われた出来事やったわけですよ。まあ、その後にね、神武天皇が橿原の地で即位してますけれども、血子8代と言われる、いやおったのおらんかったのみたいな、寿命めっちゃ長いし、なんか情報全然ペラペラやしみたいな、そういう時代が続いて第10代崇神天皇から一気に情報が細かくなっていくんですよ。なのでね、本当は神武天皇も血子8代の天皇も存在せずに、崇神天皇こそが初代天皇だったのではないかと言われてるんですよ。神武天皇は初国知らずスメラミコトと呼ばれており、その意味は初めて国を統べた王様ですっていう、そういうことなんですよ。なぜかね、第10代崇神天皇も同じ初国知らずスメラミコトと呼ばれてるんですよ。まあ、名前って普通かぶらへんし、10代目やのに初めて国を統べた王様という名前はおかしいでしょうと、まあ、そういった理由から崇神天皇こそが初代天皇であるって割と大真面目にね昔から言われてるんですよね。まあ、そうなってくるともう全ての時系列がねもう明らかになってきません？巧妙にね分断された歴史は全て同じ時代に起こっていた。出雲の国譲り、大和の国譲り、初代神武天皇、第10代崇神天皇、これら全てが同じタイミングだった。大物主、大国主、右早日は同一人物であり、天照勢に大和の地を奪われて出雲に住むようになった。そして天照勢の中から初代天皇が即位したわけですよ。それが崇神天皇だったと、そういうことなんですよね。そうなると初代天皇が大物主の娘と結婚してたっていうのがもうめちゃくちゃ自然な流れに見えてくるんですよ。なんでかと言ったら、大物主、大国主、にぎはやひはね、もともと支配してた大和の地を天照に引き渡すわけですよ。で、交換条件がね何個かあったわけですよね。一つが出雲大社を作れ、そしてもう一つが自分の娘と初代天皇を結婚させるっていうのも条件の一つやったわけですよね。出雲にね、大きな社も作らせたし、ね、自分の娘も初代天皇に嫁がせたし、わしはもう一定の権力あると。それなら、わしも出雲に退こうじゃないかと。まあ、そういうふうな交換条件やったわけですよね。その条件やったら大物主は出雲にいても一定の権力を持ち続けることができると。そしてね、崇神天皇が即位した後に大物主がね、たたり神として現れるわけじゃないですか。まあ、言ったら奥さんのもお父さんですわな。わし一歩引いてるけど、目光らせてんぞと。な、最近どうしとるんやと。
な、三輪山、わしらの大事なの三輪山、誰に任せてると。もうそんなやつに任せたらか、わしの息子大忠猫に任せるんやってことで、まあ、これも権力の掌握ですよね。で、大和の地のめちゃくちゃ大事な三輪山を自分の息子に任せ、自分の娘は初代天皇に嫁がせている、まあ、そういう構図で権力をバリバリ発揮してたんですよ。で、その時の文句が、まあ、たたり神みたいな形で表されている。そして崇神天皇の代では大物主がたたり神として現れて、その次の代水仁天皇の時には大国主がたたり神として現れたわけですよ ね。出雲の社最近汚くなってんぞと、お前んとこの宮殿ぐらい出雲も綺麗に旋回ってクレームを入れるっていう、それでたたり神として現れるんですよ、大国主がね。もうあらゆる手を使って大和の地を支配したアマテラス勢と、国譲りの条件こそは飲んだけれども一定の権力を持ち続けて、その後もああだこうだ言い続けた大国主、まあ、こういう構図ですよね。言うたらもう日本神話でね、特に何もしてなかったにぎはやきは呪術の神様って言われてるんですよね。なんで呪術の神様なんやろと思うんですけど、ね、こんだけたたりを起こしまくった大国主と大物主と同一人物だと考えると、まあ辻褄が合うわけですよね。そしてこれらの真実は絶対にバレないように、時系列もバラバラにして巧妙に隠して隠して、もう絶対に分からんようにされてるわけですよ。今回の話は日本神話の矛盾点や違和感を紐解いていくと、いや絶対に触れたらあかんやろっていう、まあ、そういう秘密に触れちゃったよっていう、そういうお話なんですよね。なぜなら大物主、大国主、にぎはやひが同じ神様だとすれば、アマテラスではなく左脳が先に地上を統治してたということになるからなんですよ。最後にね、愛知県にある津島神社に残ってるとんでもない記録についてお話しします。810年の正月、嵯峨天皇は津島神社に、スサノオの命はすなわち皇国の本寿なり、故に日本の勝者とあがめ玉石なりと称し、日本奏者の号を立て祀られたと記されています。810年といえばもう古事記日本書紀も完成してる時代ですよね。この時代に当時の天皇が正月にわざわざ、左脳こそがこの国の真の主であると称えたわけなんですよ。とんでもない話ですよね、これ。いかがだったでしょうか。危機の中で意図的に分断された時系列を一本につなぐと、大物主と大国主とにぎはやひは同じ人物であることが分かり、覇王として君臨していた左脳の姿が浮かび上がってきました。ちなみにね、大国主はスサノオの娘のスセリビメと結婚してるので、言ったらね、婿養子なんですよ。となると大国主どっから来たんとか、ルーツどこなんってことは気になるポイントではあるんですけれども、それはまた別の機会にお話していきます。まあ、今回はですね、まあ4本の動画に分けて日本神話ミステリー編っていうお話をしてきたんですけども、危機に書かれてるようなことを否定するような動画ではございません。こんだけね、こう熱入れて話してて言うのもなんなんですけども、まあ、こういう説もあるんだぐらいの感じでね、エンタメとして楽しんでいただければ幸いでございます。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思いますね。面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。そして概要欄にも僕たちの SNS とかね、セカンドチャンネルの情報があるのでチェックしてみてください。ということで、長い時間お付き合いありがとうございました。ということで、今回はこの辺で、またね、バイバイ。